はい、皆さんどうもおはようございます、じゃない、お疲れ様ですですね、全然です。3月6日5時6分です。失礼しました。今日はまあいろいろあってね、ダラダラしてました。はい、夕まずめ、本当はもう2時間前ぐらい帰ろうかなと思ってたんですけど、ちょっといろいろと猫と遊んでました。はい、ということでチリングか、今からやるというか迷ったんですけど、なんかもうね結構ちらほら聞くので、今日は、ライトタックルできました。めちゃくちゃ、ディアルーナの、S86LS ですね。ルアーウェイとか 3から21g、 P が 0.3 から15、レングスが 8.6 フィートの竿です。でリールが、バンキッシュの C3000MHG ですね。 P0.85 です。お、水温10度ジャストです。10度ジャスト、昨日とあまり変わらないですね。この雨が冷たかったんでね、どうなるか心配したんですけど大丈夫そうです。はい、その釣りはというとバックリースピンですね。去年結構お世話になった、底力をね非常に教えてもらったバックリースピン、これをやっていこうかと思います。でこのロッドはソリッドティップなんで、先っぽが非常にこう入ります、マイルドにね。はい、だからこういうライトプラグもピュンとね飛ばしやすいです。バチ抜け用のロッドととらわれがちですけどね、こういう釣りにも向いてます。はい、リーダーが12ポンドのフロールですね。ちょっとここももうだいぶ浅くなっちゃったんでね、濁りがこんな感じです。昨日夜中結構降り続けて、今日の朝も降ってたと思うんですけど、そんなにね激濁りってわけじゃなくて、ささ濁りって感じです。はい、で釣りは全然あのしにくいとかフェレベル濁りじゃなくて、いい方の濁りだと思います。じゃあやっていきます、お願いします。最初に動くかどうか、バクリーさんの機嫌をチェック。大丈夫で、ドラグは緩めていきましょう。緩すぎた。はい、フックも弱いしね、弱いし細いし、あもうやらかいして後部、あのチヌ用のあのスピニング、アブのスピニングとこっちとちょっと迷ったんですよ。あのねちょっとこれ、ちょっと先通しすぎるんですけど、まあ、こっちの方がいいかなと思って、迷いに迷ってこっちにしました。あとはエギングロッドですね、エメラルダス86で来ようかと思ったんですが、ちょっとねイカロッドで釣るのもどうかなと思ったんですけど、ブランクスが意外と張りがあったんで、まあしたらスプリンガーと変わらないんじゃないかなと思ってこっちにしました。でよく考えたら、エメラルダスは台湾なんですよね。で結構こうライト目の3000万クラスのリールって言うと、シマノしか持ってない、あもう台湾なんだ、1個、もう1個なんだ、黒いやつなんか持ってるんですけど、ちょっとねあんまり合わせる番って軽いやつ気にしたかったんで、リールがねシマノで、サボが台湾ってのはあんまりちょっと好きじゃなかったんで、こっちのシマノのこの方にしました。よし、風は思ったより現場に来たら止まってますね。旗もあんまり傾いてないですから、あれで旗包みはできないですね。お、今のは魚か鳥か、どっちだ、鳥なのか。もうちょっと流れできてると思ったら流れが弱いですね。さすがに流しは弱すぎる。もうちょっと流れが効いてくれてると、狙いどころが絞りやすいんですけど、結構これ引っ掛けるんで気をつけてくださいね皆さん。この岸際やるとき、アングラーさんは浦安側は0名です。で火災側も0名というところ、誰もいない、完全に貸し切り状態、キュエド側逃げる範囲では。これもしかしたら1号かもしれないですね、 P ライン。ちょっとまあ1号か 0.8 号、どっちかなんですけど、ちょっと迷ってるな。これはどっちだったっけ、ちょっと1号かもしれない。これ0.8とか0.6、 0.6はちょっと行き過ぎかもしれないですけど、のが圧倒的にこのリグは
やりやすいと思います。08かな、どっちだろう、08っぽいけどな。一応ね、来る前にオイルをさしてきました。あのブレードのところにね、僕も一回やらかしてるんですけど、こういうソリッドティップの柔らかいやつ、シマノの、ディアルナシリーズ、バチ抜けの時にいいですけど、ルアーを回収する時にルアーが水面パン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 ってこう跳ねてくるじゃないですか。そのタイミングでたまにティップラッピングしちゃう時があるんですよね。硬いそうだとそれが分かんないですよ。分かんないっていうか、別にただジューって絡まっちゃうだけなんですけど、この竿でやっちゃうと先っぽが急激にギュンってなってポキって簡単に折れるんで、こうやって回収してくるじゃないですか。ポン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 って水面がこうね、飛んだり水面に触れたりテンションがかかったり緩ったりするわけですよ。その時にくるっと竿先にラインが絡まるとあっという間にパキッと折れます。しかも夜じゃないですか、バチ抜けの時って。だからね、スーッと巻いてきちゃって絡まったままグーッと巻いてブニャーンって曲がってポキッと折れます。最悪です。一回やらかしました。当たった、当たったね。なんかね、あれがいるんじゃないかなっていう噂もちらちら、なんだっけ、この城、はい、もう一回だけやってみましょう。今のところで15かな、これ08だと思うんですけどね。カンとこう気持ちいい当たりで、復古サイズぐらいの人くんないですかね。大体僕この釣りやるときは普通の釣りで同じですね。まあ鉄板狙うときよりかはちょっと岸から離すことも多いんですけど、あ違う、鉄板よりかは攻めれますね、間違えました。鉄板だと本当に距離の年だとガンツーロックしちゃうので、鉄板よりかはもうちょっと攻めたところを狙って、粒子の後ろとかの角とか上側とかね、まあ、基本的なところを狙いつつ、水深があるときはそのゴロタの切れ端とか狙っていくことが多いですね、バグリスピンだと。だからあんまりこう何もないオープンエリアで投げるっていうよりかは、僕はこの子は、ピンでストラクチャー周りを狙うっていうことがね、あとはそのストラクチャーから発生する流れの揺れに流し込んでいくことが多いかなって気がしております。はい、ではまたこの後も、菜の子さんがね今日ちょっと実家に帰ってたんですけど、それが今日帰ってくるんで東京駅まで迎えに行くと思いますんで、もうちょっとやれるかなと思います。はい、ではまた明日よろしくお願いします。この後もつらいろいした動画ちょっと続けられたらなと思います。はい、ではまた明日よろしくお願いします。失礼します。はい、お疲れ様です。7080は惜しくもなかったですけど、70後半かな。バチはねもちろん抜けてないんですけど、3月6日6時半ぐらいでヒットです。はい、手前側のだいぶ潮を引いた手前側のゴロタの際あたりをレガリア投げてゆっくり引いてきたらね、アップでドアップで投げて岸際平行に引っ張ってきたらガーンってきましたね。何も生えてないんでちょっとね何を食べてるかわかんないんですけど、まあ、小さなエビとか小魚とかをね岸際の方に沿っているやつらを食べに来たなと思います。いやーよかった、めっちゃ引いた。はい、いけるか。はい、おー、いったいった、おー、ゆらっとね、よかったです。ちょっとランディングに苦戦しましたけど、レガリアでグッドサイズがかかってくれてよかったです。そんな感じでした。岸際をドアップで投げてゆっくり岸際に沿うようにゆっくり引っ張ってきたらガーンって、ね、食いました。ありがとうございます。失礼します。